永遠ともいえる果てしなき暗黒を旅して、降り注ぐ幾億ものきらめき、その一つ一つにそれぞれの歴史が綴られていることだろう。これはそんなきらめきの一つに記された英雄たちの物語。駅に行こう。
アンジェラ。ディーゴ。ごめん、黙っていくつもりだった。見送られるの得意じゃないから。行くな、アンジェラ。行かないでくれ。お前が必要なんだ。俺にはお前が。ディーゴ。迷ってるの？いや、私を引き止めたのはあなたなのに。勝手な人ね。すまない、他の生き方を思いつかない。許してくれ。俺が戻るまで待っててくれるか。今の俺はお前を幸せにできる男じゃない。宇宙で俺は自分を取り戻したいんだ。そうだな、今まで待たせすぎた。もうこれ以上お前に頼るわけにはいかんな。本当にそう思ってるの？わがままな人。どうせ私がどうするかくらい分かってるんでしょ、アンジェラ。でも嬉しい。私、あなたのその言葉ずっと待ってたから。おかえり、ディーゴ。お前にもう用はない。消えろ。消えるのはお前の方だ。何の真似だ。あんたは俺を騙した。大石版はダイトロンに渡したが、世相は終わらない。そうだろ。それがどうした。あんたは俺の過去を知っていた。だからその言葉を餌に俺を利用したんだ。今頃そんなことを言い出して何になる。どうでもいいことだ。お前は今ここで死ぬんだからな。やれ。Yes, sir.
大石板はどうなった？ダイトロンの手に渡った。大石板を積んだ宇宙船が今ベダンを出たところだ。すぐに追いかけよう。何？ダイトロンめ、てめえら出航だ。ラジャー、お前か。もうお前は自由だ。消えろ。パパの仇。何も取り戻せなかった。見えるか、ビーゴ。俺たちの星だ。俺たちの、ミスター・モラーティ、大石板は確かに頂戴しました。約束の2億ゼーンは指定の口座に振り込んでおいたわ。これで取引は成立ね。それじゃあごきげんよう、ボス。おい、ジェスター。ん？これは？今からお前はこの船のクルーだ。つまりお前も晴れて宇宙海賊の仲間入りってこった。海賊か。どうやら大石板はロザに運ばれるようです。ロザ？ロンガディアが支配下に置いた奴隷惑星ね。
砂漠ばっかりのつまんないとこなのよね。ロザに運んでどうしようっていうのかな。ついていけばわかるさ。見失うな。あんた、しっかりついてくんだよ。は、はい。キサラ、どうしたんだ。キサラ、いいよ、私が見てくる。大丈夫か、キサラ。あ、ルルカ、見てたの？いつからだい？前はね、そんなになかったんだけど、最近回数が増えてきたんだ。ドクターには見せたのか？ううん、これは病気じゃない。わかるの。何かが私に警告してる。でもみんなには内緒だよ。私平気だから。キサラ、キサラさん、ルルカさん、そろそろロザの引力圏に入ります。危険ですから船内に入ってください。諸君、ついに君たちが待ち望んだものが完成したのである。これをご購入いただけばロンガディア軍の大勝利は間違いないのである。ではお目にかけよう。我がダイトロンの技術が作り出した動く芸術品、新造戦艦インペラー。ご覧ください、たけたけしさの中にも漂ってくるこの気品。そしてこの力強さ、まさに銀河の覇者である閣下にふさわしい。議長、お考え直しください。こんなものを導入すれば戦火はさらに激しくなることでしょう。議長。お言葉ですが提督、あなたのような生ぬるい考えの司令官がいるから、いつになっても戦争は終わらないのだ。あなたは軍人でありながら軍備充実を否定される。武器出して敵から身を守れるとでも？正義を貫くにも力なくしてはかなわぬこと。何が正義か。所詮貴様の頭の中にあるのは金儲けであろう。戦争に乗じてどれだけ私腹を肥やせば気が済むのだ。おいおい、決めるのはあなたではない。さあ議長、ご決断を。先生。はい、閣下はご決断された。300席いただこう。議長、毎度ありがとうございます。ロンガディア軍評議会議長バンニッシュビル様、300席お買い上げである。ご機嫌よう。
社長、ご契約おめでとうございます。お前ちゃん、いつもながらナイスタイミング。こんな交渉はおはようの挨拶ほどにたやすいこと。あら、お前ちゃん今日もお肌ツヤツヤ。ああ、社長お上手ですわところで、ノーマちゃん、例のあれはどうなったかな？あれは、もうじき目的地に移送が完了すると聞いていますわ。そうですか。では、我々も急ぎましょう。どうやら輸送船はシルバザード砂漠南の古代遺跡近くに降りたようです。古代遺跡、そうか。大石板と惑星に残された遺跡には何かつながりがあると思っておったが、やはりわしの睨んだ通りだ。さすがボス、冴えていらっしゃる。うるさいよ。このまま近くに降りたら気づかれてしまいます。どうします、キャプテン。サルギンの港に降りよう。そこから砂漠を抜けて近づくんだ。砂漠？そらきついわ。ワイは反対やで。いや、それしかない。こう見通しが効いては中途半端な場所では気づかれる。それにジェスターはこの星に詳しい。砂漠を抜ける手で行こう。お前ら下っ端どもが何を抜け抜けと作戦を立ててるにゃ。この船の副キャプテンである我が輩を通してもらわないと困るにゃ。ちょっと黙ってろ、チビ猫。どうするんだい、キャプテン。なんやと。者どもよく聞け。港に降りて砂漠を進むことにする。もたもたするな。んだわ、ジェスター。ロザはお前の星だ。手はずはいいな。ああ、サルギン居住区の南門から砂漠に出る。そこからシルバザードを通って古代遺跡を目指す。大丈夫、やれるさ。マーク、冒険は順調か？大変なことになったよ。ダイトロンの奴らが大石板を持ってっちゃったんだ。ダイトロン、そうか。社内の動きが慌ただしかったのはそういうことか。でも大丈夫、ジェスターたちは諦めないよ。砂漠を越えて取り返すところさ。こんな冒険見たことないよ。ジェスターたちと一緒に旅ができてすごく楽しいんだ。あまり無理はするなよ。念のためスティーブの自己防衛装置をレベルアップしておこう。やめて！マーク、みんな一生懸命なんだ。スティーブだけ逃げたりしたらみんなが困るよ。
そうか。いや、父さん出しゃばりすぎたようだ。すまなかったな、マーク。お、君か。気づかなかった。集中していたものでね。あの、これ博士がおっしゃっていたデータです。マザーコンピューターから抜き出してきました。いつもすまんな。いえ。あの、マークはどうしてますか？元気だとも。マークの幼なじみである君に女スパイの真似事をさせて本当に申し訳ない。いいんですよ、パパさん。マークが元気ならミオ、それだけで嬉しいから。それじゃあ。あ、パパさん、こないだダイトロンの調査メンバーがうちにも来ました。気をつけてくださいね。あ、ありがとう。ここから砂漠を抜けて進めば古代遺跡に着く。ただしビーストが出現する危険地帯だ。うん、ちょっと怖いけど、ジェスターと一緒だし平気だよね。砂漠か、気が乗らねえな。敵に気づかれずに近づくにはこれしかないのね。でもミーは暑いところは苦手なのよね。ジェスターはん、ほんまに大丈夫でっか？砂漠でのたれ死ぬのは勘弁やで。大丈夫だ、行こう。
永遠ともいえる果てしなき暗黒を旅して降り注ぐ幾億ものきらめき、その一つ一つにそれぞれの歴史が綴られていることだろう。これはそんなきらめきの一つに記された英雄たちの物語。